こんにちは、みせてです。えー、今回は、えー、一人でカラオケに行った話をしたいと思います、えー。まあやっぱ、一人でカラオケっていうのはみんなハードル高いと思うんですけど、なんか、もう慣れましたね。僕は最初行ったのは、いつだろう。高校2年ぐらいですかね。高校2年ぐらいの時に、休みの日に一人でカラオケ行って、で、フリータイムで、で、朝から夕方ぐらいですかね。10時から夕方4時ぐらいまで行って、 めちゃめちゃ楽しかったですで。今はもう最近ではね、ちょくちょくカラオケ行くようになりました。で、まあ最初に店員さんに白い目で見られるんですけど、まあそういうのもね、無視しながら、まあね、いかに堂々として、まあもう、悪な。もう、まるで、あたかも、えー、もう、カラオケガチ勢みたいな感じで。で、一人カラオケは、もう当たり前のように入っていくことが大事ですね。 それで、まあ、出るときもドローと出る。もちろん友達見つかったとしても、いや、当たり前でしょ、みたいな。一人カラオケしないの、あとおかしくね、みたいなノリでドローと出ましょう。それは大事です。えー、まあ、それでまあ、僕、結構それで歌うの好きなんで、ちょくちょくやってますね。で、一人カラオケ行って、いや、コロナの期間中とかいいですよね。友達と行ったら感染とか気になるって人は、まあ、一人で行って、 あと、好きな曲で歌いまくるとか、まあなんかカラオケって言っちゃうとなんかみんな知らない曲歌わない方がいいよねとか考えがちなんですけど、まあ自分の好きな曲歌えるんでてるカラオケめっちゃいいですあと同じ曲好きな曲歌えるのがめっちゃいいかなって思いますね。なんで僕はこれからもなんかカラオケ、てるカラオケ行き続けると思います。またね、今度ちょっと行きたいと思ってます。まあ今日,今日はこんな感じで緩めの動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 えー、よかったらチャンネル登録、えー、コメント、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。